どうも皆さんこんにちは、カイカイです。ここ最近新年の挨拶が各社から出てくるっていうのはもう通例化してきていると思います。でその中にもちろんスクエニの名前も存在するわけですが、こういった新年の挨拶的なもので正解と不正解っていうのは皆さんどんな感じに想像しますかね。不正解の例を見ていきましょうか。で一旦ね全部通しで読みます。でそこそこ長いのでちょっと時間かかるかと思いますので、ここに置いているタイムスタンプで、これについて話していく予定です。ひとまず読んだ後に自分の意見を言っていこうと思いますが、まあかなり荒いです。早速入っていきましょうか。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。2022年は年初から始まった米国におけるテーパリングの前倒し、ロシアのウクライナ侵攻を端に発した、地政学リスクの高まりによる資源高や物流の混乱などを主因に、世界各国において急激なインフレが進行しました。さらには FRB をはじめとした各中央銀行の急ピッチな政策金利や、利引き上げが長期金利の大きな上昇をもたらし、ハイテク企業を中心とした大幅な株価下落や IPO の停滞など、現在に至るまでグローバル資本市場に大きな影を落としています。日本においても急激な円安による輸入原材料価格高騰をトリガーとしたインフレが進行するなど、日常生活への影響が日増しに強まっています。新型コロナのパンデミックから3年が経過し、世界各地でアフターコロナへと進む明るい兆しが見えてきた矢先に発生したマクロ経済環境の急激な変化は、デジタルエンターテインメント業界においても様々な形でリスクとして顕在化しています。特に半導体不足に起因するハードウェアの供給不足問題は、当社グループの事業運営にも少なからぬ影響を与え、不確実性と向き合いながらの難しい舵取りが続いています。しかしながらこのような状況も春先に向けて緩和されていくと見ており、中期事業計画達成に向けた追い風となることを期待しています。こうした環境認識のもと、現在の中期事業計画最終年にあたる、次年度2024年3月期に向けた地ならし期間、さらにはその先を睨んだ構造改革の年と2022年を位置づけ、既存中核事業であるデジタルエンターテインメント事業を中心に、開発体制、パブリッシングの両面から大幅な見直しを実施してきました。開発体制については、ゲーム開発の高度化、複雑化に伴う開発資金の、投資の大型化に対応すべく、経営資源の一層の集中を図るため、昨年8月にクリスタルダイナミクス、エイドスモントリオール、スクエアエニックスモントリオールの3スタジオと関連 IP をエンブレーサーグループに譲渡しました。この施策は、上記構造改革の一環として、スタジオポートフォリオの抜本的見直しを企画した、起と、したものです。またグループ全体の中長期タイトルポートフォリオ再編成にも着手するとともに、その具現化に向けた社内開発リソースのさらなる拡充による内製開発力強化、グローバルで、競争力を持つタイトル開発への資源の集中投下を加速していきます。大型化が著しい現代のゲーム開発において、開発チームの連動向上とコミットメント強化はかつてないほど重要になってきており、内製開発力強化はそのために必須の要素です。スタジオ売却と内製開発力強化、これら2つの施策は一見相矛盾するように見えますが、長周期タイトルポートフォリオとその主体となる開発スタジオの見直しは、環境に合わせ柔軟かつ普段に実施すべきものであり、新しい時代にふさわしいエンターテインメントを当社グループが提供し続けるためにはいずれも必要不可欠なものです。今後も開発体制のレビューを継続して行うとともに、 M&A 等の手法も用いることで、オーガニック・インオーガニック両面からスタジオポートフォリオの最適化を通じた内製開発力強化を推進していきます。またパブリッシング体制についても、日本欧米それぞれが独立して運営されていた従前のエリア別機能別体制を見直し、ワンスクエアエニックスのコンセプトのもとにグローバルに一気通貫するパブリッシング体制の構築を進めていきます。新たに設置した2名の CPO の、緊密な連携のもと、すでに昨年末より新体制が始動していきます。CPO チーフパブリッシングオフィサーですね、パブリッシングを担当するオフィサーですね、まあ、そのままか。どこだ。特に欧米においては組織体制を抜本的に見直し、海外3スタジオ売却後の新たなスタジオポートフォリオに最適化したセールスマーケティング体制を導入するとともに、コロナ禍以降勢いを増すデジタルシフトのアップサイドを最大限取り込むべく、機能拡充を実施しています。このように開発体制強化とパブリッシング体制強化を同時に行うことで、グローバルパブリッシャーとしての当社グループのプレゼンスをさらに高め、既存中核事業であるデジタルエンターテインメント事業の新たな成長を実現していきます。日本語でどうぞ。しかもそれ難しい単語使ってるから日本語でどうぞじゃなくて、
日本語ですでに単語が存在するものをあえてカタカナ語で言ってるところが、なんかそういう話はいいか。新規事業分野においては、中期事業計画における3つの重点投資領域の中でも特にブロックチェーンエンターテインメントにフォーカスし、積極的な投資事業開発を進めてきました。外部環境に目を向けると、 Web3.0 という言葉がビジネスパーソンの新たなパワーバズワードとして市民権を得るなど、当該領域の認知が大きく向上した1年であったと思います。しかしながら、冒頭に述べたマクロ経済の急激な変動に連動する形で、仮想通貨 NFT マーケットがボラタイルな動きとなったことに加え、昨年11月には FTX がスキャンダラスな形で、破綻するなど、特に後半はブロックチェーン関連の暗いニュースが相続きました。相次ぎました。こうした状況を受け、一部の国では当該ビジネスに対する規制強化の動きが顕在化しつつあるという話をよく聞くって言いましょうか。ちょいちょい聞く一方、こと日本においては、昨年6月に閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画の中で、ブロックチェーン技術を基盤とする NFT の利用等の Web3.0 の推進に向けた環境整備が盛り込まれるとともに、デジタル庁が Web3.0 研究会を立ち上げるなど、政府を中心に後押しする動きが活発化しています。新しい技術や仕組みは革新をもたらす一方で、様々な混乱も生み出します。こうした社会のうねりを得ながら、徐々に人々の生活に根付き、やがてその中から新しいビジネス成長が生まれていきます。一昨年の NFT やメタバースに対する熱気、狂乱から一転、昨年のブロックチェーン関連業界はボラティリティが非常に激しい年となりましたが、このようなプロセスを乗り越え、ルールが整備され、より見通しの良い事業環境が提供されることになれば、ブロックチェーンエンターテインメントの成長にとって望ましいことであるのは間違いありません。こうした環境変化を見据えつつ、より俯瞰的な視座から Web3.0 をブロックチェーンエンターテインメントの本質とは何かと考えてみると、単に技術的要素や投機的要素にフォーカスした時とは異なる景色が見えてきます。昨年の年頭所感に記したように、従来のゲームのあり方を中央集権型とするならば、ブロックチェーンゲームは自律的な分散型モデルであるべきです。そのコンセプト思想こそが重要であると考えています。還元すれば、自律的分散型というコンセプトのもと、ゲーム開発をはじめとした当社が提供するデジタルエンターテインメント事業が、お客様にどのような新しい体験や新しい面白さをお届けすることができるかが極めて重要であるということです。直近海外で実施されたいくつかのブロックチェーンゲーム関連イベントにおいても、ゲームの面白さやユーザーコミュニティのあり方が今まで以上に活発に議論されていました。一昨年までの状況は、ゲームユーザーよりも投機筋ユーザー主導の市場、いわばブロックチェーンや NFT で、マネタイズありきで作られたコンテンツが主導した状況であったと言えます。しかし、先述した仮想通貨事業の混乱などを得て、改めてブロックチェーン技術は手段でしかなく、お客様に新しい体験、面白さを届けるという目的を達成するために、実現すべきことは何かを議論する動きが出てきている昨今の潮流は、今後の業界の成長のために大変好ましいことであると捉えています。当社グループも昨年発表したタイトルも含めた複数のブロックチェーンゲームを現在開発中であり、今年中にさらに多くのタイトルを公表すべく準備を進めています。また投資に関してもグローバルにソーシングを実施し、国内外を問わず有望な事業体への出資を継続していきます。2023年はブロックチェーンゲームが狂乱から混乱を得て、新しい成長のステージへと移行していく年となることを期待します。最後に、本年2023年はスクエアエニックスが合併してから20年となる節目の年です。この20年の間、当社を取り巻く事業環境が目まぐるしく変化する中、そこで発生した様々な機会を糧に大きな成長を実現してきました。そしてこれからの10年、さらにはその先の時代の変化を見据え、当社グループも自律的に進化変革し続けることで、より一層の成長を実現させていく所存です。この2023年は大きな進化の年、変革の年とすべく事業に邁進してまいります。本年もよろしくお願い申し上げます。長いな。まあそんな感じです。めっちゃ炎上してます。まあいろいろとね、話すことがある中でのね、まあスクエニといえば、まあ確かにこのスタジオの売却であるとか、そういったものはね、確かに社長が話すべきことではあると思うので、それは全然いいと思うんですけども、そこからね、そこの流れから急にブロックチェーンっていうね、ここでブロックチェーンについて話しまくるのは、まあ、なんていうのかな、直近のゲーミング市場における、この、
潮流っていう単語どっかで出てきたよね、昨今の潮流は今後の業界の成長のために大変こと、潮流読めてないですね、潮流を読んでいるのであればここでブロックチェーンゲームに、どんどん進んでいくっていうのは確実に不正解であることは明らかなはずです。で、確かに将来的にそういったブロックチェーンゲームが広まるっていう状況はあるかもしれないので、そこで乗り遅れないように現在今のうちにすで、に開発とかそういったものを進めていくっていうのは全然ありなことだとは思うんですけども、それをここで言うべきではないというか、これを人目につく場所で言ったってしょうがない。まあとりあえず寝かしといて、とりあえず開発して、時が満ちたらやる出すぐらいの感じでいいのに、いきなりこんなことを言って、しかもね、これを言って、でその前後にまた他の Web3 ポイントを使ってないゲームについても言及するとかだったら全然良かったんですけども、これはもう本当にゲームというものにおいてはブロックチェーンについてしか話していないんですよね。ゲーム業界においてブロックチェーン技術が利用される場合っていうのは基本的に開発側が非常に欲深いからというのが、もう通例というか、そういったイメージが定着しております。で、それがなぜかというと、ブロックチェーンのセールスを通した手数料をこのゲーム会社が得ることができるから、で、その手数料っていうのは、まあ、例えばフォートナイトとかみたいなライブサービスゲームでも、トランザクション、マイクロトランザクションですね、こういった課金要素でのお金だけでなく、プレイヤー同士でもやり取りをさせる、でプレイヤー同士での、物品の売買が発生するときに、そこからさらにやり取りが発生するたびに追加の収益がプラットフォームに入ってくるっていう目的なんですよね。これはあくまでも、で企業がお金を求めるのは悪いことだとは言わないけども、こういったそれについてしか言わない場合っていうのは本当に欲深さが限界突破しているように見えるし、潮流を読めていないと言えると思います。自分自身なんかはこの動画ですごいアンチブロックチェーンな感じがするんじゃないかと思いますけども、決してそういうことではないんですよね。実を言うと自分自身実体験として、あ、仮想通貨ちゃんと使ってた方がこれ絶対便利だったなって感じる事例っていうのは実はあります。そういった事例はちゃんと存在するので、せっかくですしこの動画の最後の方でちょっと言及しようとは思うんですけども、一旦スクエニの方に話を戻しましょうか。で、ここでブロックチェーンについてばっかり話しているっていうのは非常に欲深く見えるっていう風な話もしたんですけども、それだけじゃなくて、実際ここで話している通り、ここですね、ブロックチェーンゲーム関連イベントにおいても、ゲームの面白さやユーザーコミュニティのあり方っていう風な言い方をしております。ゲームの面白さっていうのは非常に重要で、ブロックチェーンゲームっていうのは NFT をこう、生産して、で、かつそこにレア度を結びつけないといけないという性質上を非常にガチャゲーになりやすい傾向があります。で、基本的にはまあここまでのね、いろんなゲーム自分見てきたんで、それを元に話していこうと思うんですけど、まずガチャ回します。ガチャ回すときに本物のお金を使います。まあもちろん本物のお金で購入した仮想通貨で払うわけですけども、実質本物のお金で買っております。本物のお金でガチャを回します。ガチャ回しました、モンスターが出てきました。じゃあそのモンスターを他の人と戦わせましょう。勝った方が負けた方から資金を巻き上げることができます。で、その資金は実際のお金に戻すことができるので、それでお金を儲けましょうっていう、ビジネスモデルです。で、もちろんそういった対人戦において勝てば勝つほどお金が入ってくるので、強いキャラクターが欲しいよね。じゃあガチャをもっと回すか、他のプレイヤーとのトレードをして、もっと強いキャラを手に入れてねということになっているわけです。まあガチャゲーが増殖しやすいようなゲームジャンルとなっております。で、ここでゲームの面白さっていうのをあえて言うっていうのは、ゲームが面白くなきゃいけない、そのゲームをプレイする理由がないっていうことに触れているので、そこはありだと思うんですけども、だからこそブロックチェーンゲームっていうのがちゃんとした楽しいゲームになるっていうのは非常にもうジャンルの前提として難しいことだと思うんですよね。なので、ここでスクエニがね、ここまでブロックチェーン言ってるっていうのはすごい残念なことだし、まあブロックチェーン技術を通してこそできる体験っていうのも存在するとは思うんですけども、果たしてそれがゲーミングの中での達成できること、達成すべきことなのかっていうのが非常に、難しいというか、まあそうではないだろうっていう部分でして、どういうことかというと、ゲーム内におけるプレイヤーの物品のやり取り売買っていうのはすでにブロックチェーンなしでも全然可能なことではあるんですよ。ブロックチェーンを足すことによって何かしら
できることが増えるわけではないんですよね。でそれこそこういった投資開発を通して発見していけっていうことにはなるんですけども、でもまだ完成しているようなものではなく、現時点でじゃあ全力で取り組んでいきますって言ったってしょうがない部分ではあるんですよ。でブロックチェーンがあることによって、でそうですね、ブロックチェーン好きの人が言いそうなことをちょっと予測していこうと思うんですけども、ブロックチェーンがあることによって、ゲーム内に存在する物品、これ NFT ですけども、その NFT の所有権が保証されると。別にログイン用の ID パスワードあればちゃんとアカウントに紐付けされてますよねっていう話、あえてブロックチェーン上でやる必要はないっていう話であるとか、あ、で、あとブロックチェーン上の NFT だとスマートコントラクトとかを導入できるっていう風な話もあるんですけども、スマートコントラクトもゲーム内のギミックとして追加できるものですので、あえてブロックチェーン上でやる必要はない。ブロックチェーンは信用技術なので別にゲームに持ってくる必要はないはずなんですよ。その話をちょっとそれちゃうんで、もうちょい後に持ってくるとして、もう一個、ゲーム上でやらなくていい理由っていうか、NFT だからこそできることが、でもそうでもないよねっていう話に、 NFT にすることによってブロック、同じブロックチェーン上に存在する他のゲームと結びつけることが可能だっていうものがあります。で例えば、スクエニコインがあったとしましょう。でそのスクエニコインを使うことで遊べるゲームが5本あったとしましょう。すべて同じスクエニコインのブロックチェーン上に存在するゲームですので、スクエニゲーム1、スクエニコインゲーム1、2、3、4、5って言いましょう。スクエニコインゲーム1で手に入れた素材をスクエニコインゲーム2に持って行って、武器を作成する。で、そこで作った武器をスクエニコインゲーム4ぐらいまで持って行って、ボスを倒して新しい素材を手に入れて、その素材をまたスクエニコインゲーム2に戻してみたいなね、そういったアイテムのやり取りがブロックチェーン上で保証されているからこそできるゲーム同士での会話っていうのが存在するっていう意見も存在しますが、それも結局スクエニコインを経由しなくても可能なことではあるんですよね。ゲームシステムさえ開発者が導入してくれれば。っていうことで、あえてやる理由はないと。ただここから逆にね、自分自身ブロックチェーンをサポートしている部分もあります。そこについて話していこうと思います。でそれについてまず大事なのは NFT と、もっと広義の仮想通貨技術の違いっていうところなんですけども、仮想通貨技術、先ほどちょっとだけ言いましたけども、これは信用技術です。別にそれ以上のことではあまりないかな。信用技術です。で、これがプルーフオブワークであれ、プルーフオブステークであれ、とにかくブロックチェーン上でその物体の所有権をきっちりと誰かに結びつけることができるからこそ、その通貨が価値を持つというものになっております。例えば、買い替えドルっていうものがあったとしましょう。で、この買い替えドルを、皆さん使っていろいろお買い物できますみたいな話があったとして、で買い替えドルを受け取ってくれる人がこの世界に多分一人もいないので、その買い替えドルの価値はゼロです。でそれに反して、買い替えドルじゃなくて米ドルを見てみようと思います。米ドルっていうのはみんな受け取ってくれるからこそみんな使おうとするし、それだけじゃなくて、あれは国が価値を保証しているからこそ米ドルに価値があるんですよ。あんな紙切れコイン、そういったものにちゃんと価値があるのは国が保証しているからです。じゃあ仮想通貨はどうして価値があるのかっていうところなんですけど、それが信用なんですよ。仮想通貨を持っていれば必ず誰かに他の通貨と交換してもらえるっていう信用があるからこそ、でその信用がどっから来ているのかっていうと、仮想通貨を裏付けしているこのブロックチェーン技術で、そのブロックチェーン技術がハッキングとかにものすごく強くて、ちゃんと安心してその通貨の所有権が誰に帰属しているのかを示してくれるものだからこそ信用があって、その信用があるからこそ誰かが交換してくれるっていう信用もあって、その信用があるからこそ価値があるわけです。ただブロックチェーンはそれ以上のことではあんまりない。もちろん面白いことをやろうとしているブロックチェーンは他にもありますけども、最も基礎的なものに結びつければそれ以上のことはあんまりやっていない。どちらかというとその信用を保証する技術から何をできるのかっていう、もうそれ以降は人間の想像力次第っていうことではあるんですよね。でそれがゲームに提供できるものはあまりないという話
です、ちょっとそれちゃったんで、また話戻していくんですけども、今のどちらかというとアンチブロックチェーンよりかはアンチ NFT の話ですね。でここから自分がじゃあ、動画の最初の方でちょっと言った自分自身ブロックチェーンを活用してれば、便利だったなって感じる要素があったっていう風な話をしました。それをちょっとね話していこうと思うんですけども、自分自身皆さんご存知の方も結構いるかと思いますけども、日本アメリカを行き来しております。でその過程で、よくドルと円を入れ替えたりするんですけども、実は自分がアメリカで行ってる場所っていうのがものすごく偏僻な場所で、銀行っていうのがあまりなくて、円を一回持って行ったんですけども、それがまあドルに変えてくれる場所がなかったということで、一旦日本に帰ってきた後ドルに変えて、でまたドルを持ってアメリカに行く必要があったんですよ。ものすごく不便でした。でそれを避けるために、じゃあ直接日本にいる親戚にちょっとお金を貸してもらうっていうか、そのドルを一旦ドルに変えて、それを銀行を経由して送ってちょうだい、それしたら日本帰った時にまたその分のお金は返すからっていう風な話をしようとしました。日本の銀行そういったことあんまりやってくれません。やってくれるところもあるんですけども、なんか手数料で1万円ぐらい取られるっていう、ふざけてますよね。でこういったシナリオにおいて仮想通貨を経由していればもうちょい安く済んだかなとか、もうちょい簡単にお金のやり取りができたかなっていうふうに考える部分はあります。なんでアンチ仮想通貨ではありませんが、それをゲーミングに持ってくる理由もあまりないし、特に契約法関連で、もうちょい整備が行われない限り NFT を安心して利用できることもあまりないかなっていうところではあると思いますね。のでまあ未だにスクエニの社長がねこんな仮想通貨言ってるのは本当に残念でならないっていう風な動画でした。まあ新年早々ね、なんかネガティブな感じの動画でしたね。もうちょいポジティブなトピックいくつか持ってこようと思います。ぜひ楽しみにしてください。楽しみにしていてください。はい。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。